じゃん。こんにちは。はい、石井拓郎ちゃん。はい。来ましたね。はい。ね。お待たせしてますけど。で、今日は、はい。ね。はい。もう明日から、はい。ファイナルステージ始まるから。はい。で、ヤクルトと、もう巨人がやる。で、両方ともユニフォームを着て、コーチをやられた経験から、はい。どっちが勝つとはなかなか言いづらいかもわかんないけども、どういう戦いになってくるかっていうのを、急遽、ちょっと話してもらいたいなと。たくちゃんの生い立ちだとかそういうのは後回し、はいねはい、このファイナルステージが終わった後に動画を流すから、はい、今日は頑張ってくださいよ、ねはいまあ、ヤクルトが優勝した、はい、で巨人がまず3位になった、はい、この状況っていうのはおそらくユニフォームを着てて想像しなかったと思うんだよね。そうですね、はい、でヤクルトのやっぱり脅威っていうのはあった。やっぱり、中で実際に見てるので、うん投手力さえ整備されればっていうところを、うんまあ、僕がヤクルトにいた時も攻撃面っていうか得点力だとかそういうところはすごくあったんですけれども、うん、どうしてもやっぱり得点よりも失点の方が上回ってて、うんまあ、そっちの方で勝てなかったかなっていうのはすごくあったので、うん、ある程度投手力っていうのが整備されてくれば、うん、打撃の破壊力っていうのは僕はもともとあるチームだと思っていたので。戦っててさ、はい、やっぱ投手陣が成長したなと思った。あ、いいなと思った。いや開幕当初の顔ぶれは、うんうん、それほど変わらないなっていうか、うん、まあおそらく豊さんとかも順位予想したと思うんですけど、まあ、下馬通り下馬評通りっていうかには思ってました。別にだからといって高をくくったわけじゃないですけれども、うん、どこもやっぱり何が起こるかわからないですし、ただやっぱり実際シーズンに入ってみたら、うん、まあ奥川そうですね、奥川、高橋、圭司、はい、っていうところ、奥川っていうのはもう今年初めて、うんまあ、ほぼほぼ初見でのピッチャーだったので、まあ、どれぐらいな、まあ、デビューしてから、まあ、それなりの成績数字残してるけれども、まあ、年間通してはどうなのかなっていうのはすごいあったので、でも、はい、クライマックスシリーズで必ず奥川、高橋奎二、ね、これは1番手2番手で俺は来ると思うんだよ、はい、これジャイアンツっていうのはその2人に対してはどうなの。その間は菅野は投げれないよね。そうですね、ぶつけることできないよね、はい、だから巨人はメルセデス山口か山口メルセデスでいいと思う、まあ、そうですね、相性っていうかヤクルトの、うん、との相性って考えたら、まあ、その2枚でしょうね。両方知るチームとしてさ、はい、どんな1戦2戦の戦いになると思う。奥川打てるか。まあ、シーズン同様のピッチングをされると、うん、そんなに得点は期待できないような気はします。両方本当にピッチャーが大崩れしない限りは、うん、ロースコアの戦いなのかなとは思うんですけれども、うん、ただそこに入ってくるのは心理面っていうか、うんうん、その経験の浅い奥川君が、まあ、クライマックス負けられないっていう試合どういう心理状態でまあ、マウンドに上るかっていうところが一つのミソというか、まあ、高橋奎二にしてもおそらくそうなんですね、まあ、今年飛躍したピッチャーの一人だと思うんですけれども、まあ、シーズン同様のピッチングができるかどうかっていう、うんまあ、それはメルセデスにしても山口にしてもしかりなんですけれども、まあまあそうだね、はい、でもまあ年齢とか精神的にはまあ上の方にはいるよね。そうですね、落ち着いてる感じはするけど、はい、奥川と高橋と比べるとね、はい、で日本シリーズでたくちゃんはいきなりセーフティーバントやって揺さぶったじゃない、はい、やっぱああいうことっていうのはやっぱ大事なことになってくるか。やっぱり短期決戦って出し惜しみしないっていうか、もう出せるもんはもう出したもん勝ちっていう思いは強いので、うんうんはい、もうとにかくその場でのひらめきっていうか、うんうんそういうものがすごく大事になってくる戦いなのかなとは思ってます、うん、ファーストステージ見た巨人の戦い方、はい、めちゃくちゃスモールベースボール野球だったじゃない。あれが短期決戦の戦い方なんでしょうけど、うん、相手ヤクルトにとってはすごく嫌なものを見たような気はします。ヤクルト側は嫌だ嫌だと思います。いやだけど、はい、俺はあれをやってたら俺ヤクルトに勝てないと思うんだよ。俺はものすごく打ち込まれると思うんだよ、まあ、もちろんやっぱり神宮っていうのがあるので、そう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 、はい、甲子園と神宮は戦い方変わるでしょ、はい、どうしてもやっぱり神宮でロースコアの試合っていうのは考えづらい、どうしたらもう空中戦っていうイメージがすごく強いんですけど、うん、そこはやっぱりそのクライマックスシリーズっていうところ、うん、負けられないっていうところでの心理面っていうのが大きく左右してくるんじゃないかなとは思うんですよ、うん、だからファーストステージにしても、うん、阪神からしたらジャイアンツに対して高橋遥と青柳っていう、うんうん、そのジャイアンツにとっては分の悪いピッチャーをぶつけてきているところで、まあそうだよね、そこを勝ち2連勝してるっていう、うん、ジャイアンツが、うん、それを考えると、うん、そのまあ、もちろん1勝っていうアドバンテージはヤクルト持ってるんですけれども、苦手意識のアドバンテージっていうのはなんか払拭されてきてるような気はします、ジャイアンツ側に。ということは勢いは出てきてるということは、勢いはあると思います。後半の失速した戦い方とは違うっていうか、だから、まあ、選手一人一人のモニター越しに映る顔つきっていうか目つきとかっていうのにすごく覇気をやっぱり感じるので、吉川がエラーで出た後に、はいね、大城がつないだんだよ、はい、でノーアウト一・二塁になった、はい、八百板代打、はい、俺バントだと思ったんだ。僕もあの流れから言ったらバントもあるなとは思いました。でもあそこで打たすっていうのがやっぱり最初の試合のウィーラーのバントだと思うんですよ、うん、あそこでおそらくまあ、豊さん言うように首クリンか阪神からしたらバントだろうなっていうところはあったかもしれない。その初球のスライダー入りだったのはそれをだから八百板が強振にしたじゃないですか、うん、うん、と思って。ただやっぱり先攻後攻っていうところを考えて、うん、やっぱりジャイアンツが先攻っていうことを考えると、うん、打たした、まあそこ強攻もまあ、バッターが八百板っていうところもあるので、うん、でも八百板って経験がないじゃない。俺なんかヒット1本しか見てないもん、はい、いやいやだって、まあそうですね、初打席のヒットしか俺なんか記憶になくて、はい、八百板あもう絶対バント原監督打たすみたいな、だそこが、まあ、原野球っていうか原監督の野球なのかなって近くでずっと見てて、うん、それは感じました。でもこうやっぱこうさえというか、はい、短期決戦阪神戦とのを見ててなんか監督のさえっていうのはすごく感じたよね。作戦ねすべて当たってるというか、はい、小林のバントぐらいだった失敗したのは、はい、だから結局、まあ、もちろんあそこで八百板強攻に出て失敗しましたで得点ならないってなったらやっぱり嫌な流れにはなるかもしれないですけど、ね、仮にあそこでバントして二塁三塁って手堅く送ってもし次の 1,2 番で得点できなかったっていうリスクっていうかの方が流れ的にはすごくもっと嫌な流れになるんじゃないかなっていうか、あそこでもう一回こう攻めの気持ちでっていうかまあバントが受け身とは思わないんですけど、やっぱりあそこでもう一回このチームにっていうか喝を入れたあそこの強硬策かなっていう気はします。まあ短期決戦ってさ、まあ、その時のチームの状態だとかいろいろあると思うけども、はい、ヤクルトのノリの良さとなんかジャイアンツの落ち着き、はい、これが戦った場合どういう戦い方になると思う。やっぱジャイアンツ側からするとノリを出させないために必死に戦うよね。そうですね。でやっぱりヤクルトはあんまり他を気にしないというか、はい、要は俺らは俺らの野球をやるっていう、まあそうですね、そんな感じじゃないの、はい、俺は外から見ててそういう感じがしたんだけど、はい、実際中入っててどうなの。その通りです。あそう、はい、もうちょい元気出してもいいんじゃないかなっていうジャイアンツの方がありました。だからやっぱ初戦が大事、まあ、よく短期決戦では初戦が大事って言われるけどさ、はい、まあ日本シリーズの場合は2戦目が大事ってよく言われるけどね、はい、でもやっぱり初戦だよな。でしかもヤクルトには1勝っていうアドバンテージがあってジャイアンツからしたらやっぱり1勝ビハインドの状態で入っていくのでどっちが先に1勝するかっていうのがすごく大事。アドバンテージがあってもか、はい、僕カークの時に、2017年ですけど2連覇した時のクライマックスシリーズでマツダスタジアムで DeNA にやられてるんですよ。雨が降ってたんで、いや、あの時は甲子園がもう泥試合っていうか、ね、雨でやってもう無理くりやったような状態で、だからあそこで、まあ、DeNA がちょっと勢いつけてきたっていうのもあるんですけど、その経験があるので、そのやっぱりいくらアドバンテージがあるとはしても、この勢いではどうにもできないっていうか、乗ってしまったらどうにもならない部分っていうのがあるような気はします。特にあの時の DeNA も打線が良かったので。さてタクちゃん、はい、どっち勝つ？いやいや、それは言いにくいよな。それは言いにくいよな。でもどっちが有利に働くと思う？やっぱ神宮だとか。はい。だから僕よくホームグラウンド地の利にって言うんですけど、僕神宮の場合は。敵も味方も関係ないような気がするんですよ。カープにいた時なんかもうカープの選手も神宮大好きだったですから、あそこに行ったらもう打てる気しかせんっていう感じだったんで、だからまあでも打線っていうところ、やっぱり岡本和真がいないっていうのは非常に大きい。だからその分逆に一体感があるっていうか、今のジャイアンツが一丸で戦えてるところがあるので、だからもしアドバンテージを考えなければジャイアンツの方がやっぱり2試合戦ってきて、その勢い考えるとジャイアンツ有利かなっていう。それ菅野が頭に来なくても有利か、そこですよね。そこですよね。いや、やっぱり菅野が頭いくっていうのと、やっぱ3戦目からしか出てこれないっていう、相手に対するプレッシャーは違うと思いますね。ただヤクルトはそれこそがヤクルトにいた時なんですけど、2018年ですか、ジャイアンツが3位でヤクルトが2位で、神宮のファーストステージで菅野投手にノーヒットノーランやられてたんですよね。そのイメージが、あの時いたメンバー今だとだいぶ、半分ぐらいはいると思うんですけど、出てる選手はそんなにいないかな、外国人2人もいますし、そのイメージは強いでしょうね。まあ言いにくいとは思うけど、でも勢いではやっぱり巨人がやっぱファーストステージを取ってるだけに、それも苦手ピッチャーを打ち崩しただけに、やっぱ勢いはあると。勢いはあると思います。やっぱり2試合戦ってる、でヤクルト少し実戦から離れてるっていうところで、個人的な思いっていうか、やっぱり後半が、不甲斐ないっていうか、ちょっとあれだけの大失速をしてしまったので、僕はやっぱり最後にっていうか、このクライマックスで強いジャイアンツっていうのをもう一回見せてもらいたい。それがファーストステージでちょっとやっぱり見えたので、もういい、見なくてどうですかね。いや、その強いジャイアンツ、いやもうがっぷり4つでっていう試合は、いい戦いはやっぱり見たいですね。まあそうだね。でもヤクルトとするとやっぱり実戦から離れてるから、入り方ってすごく大事になってくるな。大事ですね。そうなってくると一番の塩見ですね。あとはやっぱりヤクルトって青木だと思うんです。青木の元気だと思うんです。やっぱり後半あそこまでバッてきたのは、もちろん投手力っていうかピッチャーの頑張りもそうなんですけれども、やっぱ前半青木が元気なかったじゃないですか、ヤクルト。青木がやっぱり元気になってきたっていうのが一つの要因にあると思うんですよ。その前を打つ塩見が少し定着してきたっていうのはもちろん大きいんですけど、打線が振るうか、ヤクルトはね、そこそこピッチャーは投げるだろうからね。そうですね。そのアドバンテージを生かしきれるかどうか、ヤクルト。そうですね。僕はそう思いますね。だからはっきり言って、一勝はしたいですけど、その1試合でどれだけこのゲーム感っていうかを戻せるか。巨人の投手陣はヤクルトの打者陣に打ち込まれてる。そうなんですよね。中継ぎも含めて。だからそこだと思います。まあ複雑だよななかなか言いにくいけど、まあね、まあやっぱり最後はジャイアンツにいたので、ジャイアンツだそうです。はい、根拠はありません。はい。